はようございます。青山ひかるです。これから調べて、タイのジャパンエスコに行きます。ちょこちょこ撮っていて、Vlog とこんな感じになればいいなと思っておりますので、楽しみにしててください。行ってきます。さよなら日本。ということで、7時間のフライトを経てバンコクに着きました。イエーイ。今からリハーサルで会場向かってます。こんなとこであります。じゃじゃん。こんな大きいステージでやります。屋根もあるんでね、雨あっても大丈夫そうです。では行きます。今ホテルに帰ってきて、もろもろ打ち合わせをして帰ってきました。気合い中です。でなわけでですね、今回のお部屋です。めちゃくちゃ広い。今からちゃっちゃとお風呂入って、明日の準備をして、明日また JG から、みんなで、合わせをして本番夕方迎えたいと思います。ゆっくりだけど意外となんかやることあって早いなと感じております。ちゃんと、髪の毛と化粧として、本番挑みたいと思います。では今日は進めますね。おやすみなさい。おはようございます。第2日目、ライブ初日でございます。ジャパンエキスポの1日目です。あいにくちょっと曇り空で雨が降りそうな雰囲気もありますが、まあでも会場はテントがあるので、で今日は屋内ステージの30分のみ、夕方からありますので、シャーベットの曲をやりつつ、なんか有名な楽曲を流していきたいと思います。そしてそれなりに、踊れるように頑張ります。それなりってダメか。新時代とかもね流しますし、ザッとザッとっていうやつも流すので、それの合わせをこれからみんなとやっていって、衣装に合うようなアクセサリーなどを見つけに行く旅かな。で夜はファンミーティングをします。今から朝ごはん、昼ごはんです。スイカのスムージー。スイカです。そらそうか。なんかちょっと晴れてきたんですよ。なんでこのまま天気が保つことをやります。辛い。辛いんだ。マジ辛い。辛いんだ。辛い。辛いは意外。美味しい。思ってるより辛い。美味しい。思ってるより辛い。好きだこれ。これは甘い飲み物が合うね。辛っ。ほんまにカツオ節みたいじゃない。うん、そうそうそう。で、これ肉はポークかな、豚。辛っ。やばい。辛い。うまい。でも美味しい。美味しい。それで行きます。新衣装です。今から30分ライブしてきます。この格好緊張するね。みんなで、たくさん、クラブミックスを楽しませていきたいと思います。自分たちの曲も入りつつ、有名な曲も入りつつ、新時代踊りつつです。ぜひ、興味持った方はクラブしたいと思います。はい、今先ほどライブが終わって、なおかつグリート&ミート特典会が終わって、急いで次がファンミーティングなので、
急いで着替えに行きたいと思います。すっごい汗かいた。すごい汗かいたから、すごいいろいろやばい。直しつつちゃっちゃと行きたいと思います。で明日も、最後のね、鳥なんですけど、鳥15分で、そしてシャーベットの曲が、ミックスで流れます。メドレーです。また頑張っていきたいと思います。ではでは、おはようございます。タイに3日目、ライブが2日目でございます。今日はですね、朝からみんなでモーニングでカフェに行ってきまして、サンドイッチとコーヒーを飲んできました。で、1時間フットマッサージ受けてから、今から、プールに向かいたいと思います。で今日はですね、ライブが、まさかの鳥の15分間です。最後なんでね、もしかしたらお客さんが帰ってる可能性はあるんですけど、今回は15分ということで、シャーベットの、ミックスメドレーを皆さんに披露したいと思っております。今日も頑張るぞ。今プールに来ております。プールです。すごい広いプール、そして空いてる、ちょうどいいですね。今ですね、2日目のライブが終わりまして、など10時ぐらい、やっぱね、市街地の方だと夜遅くまでやってるところがなくてですね、まあデパートはやっぱ10時までっぽくてご飯がないということで、今回コンビニの弁当を買ってきました。じゃん、ガパオライス。これ前回来た時にメンバーのコンコンと食べて、めっちゃくちゃ美味しかったんですよ。めっちゃ辛いけどね。でもこれがね、もう知ってる味なので、信頼があるのでこちらを買ってきました。ちなみにセブンイレブン、なんかセブンイレブンの店員さんの服装が結構ね面白くて、一瞬ちょっとローソンみたいなのに見えました。なんか縦模様のね、緑の服を着てましたね。日本とはやっぱ違うんだなと思いました。で、今からちょっと遅いですけども、やっぱちょっとライブやってこうお腹空いたんで食べたいと思います。いただきます。わーい、ご飯だご飯だ。まあライブ前にもうちょっとお腹に入れてライブをしているんですけど、やっぱり動くとねお腹空くんですよね。うまっ。タイ米も結構好きで、私めっちゃうまいな。いいね、うまうまい、辛い。はい、ということで明日は最終日です。すごい人たちに挟まれてのライブらしくて、15分また頑張って歌って踊りたいと思っております。よければぜひシャーベット興味持ってくれたら嬉しいなと思います。では今日はおやすみなさい。コプカ。おはようございます。タイ、4日目、ライブは3日目、そして最終日でございます。今はお昼の、12時前ぐらい。今からですね、今日は、早めに出てお昼ご飯を食べて、で1時半ぐらいから取材があって、で4時20分から最後の、メインステージで、15分パフォーマンスをして特典会をやって帰ります。飛行機は夜の11時ぐらい、めちゃくちゃ遅いんですけども、シャーベットあるあるでいつも何かしら問題が起きて、バッタバタバッタバタ飛行機乗っております。今日はそういうことがないように早めの行動を、まあしょうがないんですけどね。タイの交通機関がすごい、車がねすぐ渋滞とかするんですよ。夕方とか夜とかめちゃくちゃ渋滞して
普通は多分10分ぐらいで行けるところが30分かかったりとか、空港とかは1時間もかからないんだけど2時間かかる時あるんですよ。なんでそれをもう見据えて早めにもう数時間前行動をしていきたいと思います。今日も頑張ります。ではでは。